はい、どうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。こちら2月1日に販売したパークフードがね、手書きされたあるグッズなんですけど、商品のグッズを今回動画でご紹介させていただきます。まず1点目に買ったのがこちらの、何でしょうこれ。正解はチケットケースです。チケットケースって言って、中を開くとこんな感じで、ワンデーパスポートとかね、ファストパスとか入れられたり、あとはこちらにね、トゥデイとかね、その日のガイドマップとかトゥデイを入れることができるチケットケースになってます。今実際に入れてみた感じ、トゥデイもこんな感じですっぽり入るし、ワンデーチケットも入ったり、ファストパスも入ったり、これ1枚だけあればバッグの中に入れてれば引っ張ってこれるなって思って、このチケットホルダーかなり便利だったので、今後ね使わせていただこうかなと思っております。しかもね、買いやすい金額なんです。お値段なんと360円でした。続いて買ったのがこちらのノートです。お値段ね700円なんですけど、わかるかな。そう、こちらね、先ほども言ったように手書きのね、東京ディズニーリゾートのね感じになっていて、ランドと裏側がディズニーシーになってます。すごいよね。これランドとシーに来たらね、行ってきたよって渡した時ね、こういうメインアートは嬉しいよね。見た感じはこんな感じで、水玉ドットかな。で、表面ミッキー、裏面ドナデジ、アメフロのドナデジだね。エントランスのエンビくんと水玉ちゃんがずっと続いていて、80ページでいいのかな、80ページあります。これで700円だしね、80ページもあって、ランドとシーのデザインがあるのと、まあ、アトラクション好きにもたまらないし、キャラグリもね、キャラクターも載ってたりするので、ノートってこれ僕どうして買ったかっていうと、今後ねパークとかで喋りたいとか、食レポするときとかね、何の素材使ってるとかメモするのにいいなって思ったのと、カンペ用ね、生配信のカンペ用とか、とてもねランドとシーに触れていて、何よりノートって言っても大きくなくて、これ縦のバージョンも出てたんだけど、このね縦のバージョンもこんな感じで、まあ、横もこんな感じなんだけど、そんなにサイズ大きくなくて、東京ディズニーリゾートのブランドのものがね手に入ったので、まあ、今後パークに行くときはね、さっきのチケットホルダーもですけど、こちらのノートを使ってね、今後パーク内で活用できれば嬉しく思います。続いて買ったのがこちらのミラーですね。こちらはね、表面が東京ディズニーランド、さっきのメインアートがねちょっと大きくなった感じかな。エンビーくんと水玉ちゃんとかね、風船とかもいいよね。でシンデレラ城があったり、スモアがあったりね、裏面が東京ディズニーシーになってます。わかるかな。ほら、海底2万マイルも乗ってるし、もうあれだよね、本当にメディテレーニアンハーバーとかピノキオとかね、ハーバーがメインなのかな？ C のね、プラザの衣装とかなっていたり、ランドと C の雰囲気がね、すごく感じられるデザインがまた惹かれました。開いたら、あ、結構大きいスタンド式ミラーなんだ。あ、ちょっとでかいね。鏡の中にミッキーとミニーちゃんのデザインとシンデレラ城プロメテウス火山のプリントが印刷されてました。あ、個人的には女性とかだったらね、このデザインとかね、ランドとシーで普段使いでもお部屋にね、置くのもいいと思うし、まあ男性みたいな、僕みたいな男性でも、裏面がちょっと女の子チックなんですけど、まあブルーな感じは本当に男の子向けっていう感じがすごくしていて、使いやすいかなと思って今回買ってみました。使うのかな。そうそうそう、こうやって使うんだね。あ、これパークで持ってこうって思ったんだけど、ちょっと大きいかな。でも荷物ならないぐらいのサイズだよね。今回これもね、ランドとシー今後パークで持っていくときに結構髪気にしてるタイプなので、あの髪をね調整するのとかね、さっきのノートもなんだけど、今後パーク内で活用できれば嬉しく思います。続いて買ったのがこちらもね、ワンコイン、ワンコインなんですけど、マスクケースです。今東京ディズニーランドシーというより、関東近辺でいいのかな、あのとてもねインフルエンザが流行ってて、マスクって本当にパーク内も必須なんですよね。マスクがまず1点ついてきました。で、先ほども言ったようにメインアートが、東京ディズニーランドのメインアートが載っていて、裏面のね、閉めるところは C のデザインが載っていました。ピントされてるのも良かったりしますね。とてもファンタジーの世界観が出ているなと思います。裏面もね、いいよね。シンドバッドとかね、タワテラとかなかなかデザインなんないもんね。トイマニも可愛いし。他
僕このマスクケース、前セレブレーションホテルのマスクケースだったかな、出てた時に買ったんですけど、使い方ちょっと知ってて、ここに未使用のものを挟むのと、表面のここに使用済みのマスクを2つ挟めるので、朝行く前に使用する時につけて、未使用のものを何かあった時のためにここに備えるっていう二重層になっていて、ワンコインで買えて、これ友達にあげられたら、まあこのシーズンね、これから冬って、まあ今インフルエンザ流行ってたりとか、まあ3月とかになってくると花粉のシーズン入ってくるので、このマスクケースだったらワンコインで友達とかにあげても、東京ディズニーランドに行ってきたんだとか、東京ディズニーシーで買ったんだっていうのがすごくわかっていて、まあお年寄りから小さい年齢までマスクって絶対小さいものも大きいものもつけるから、まあどの年代にも受けがいいなと思ったので、今回今の季節にぴったりだったのでご紹介させていただきました。続いて買ったのね、これね、本当にコスパがいいから、これからパークに行く小学生からまあ大人からまでおすすめの、僕がね、良かったなと思ったアイテムをご紹介させていただこうと思います。とね、こちらのペンなんですけど、スターシャープペンシルって言って、1、2、3、4、5、6、7、8本入って、お値段なんと1500円!コスパ良くない？開けてみた感じ、こんな感じですね。あのね、本当にこれ一番おすすめ。これね、ほんと一本一本こだわりあんのかな、トゥーンタウンになっていたりとか、わかるかな、アラビアンコーストでね、アトラクションとかシンドバッドだったり、こっちはアメフロかな、アメリカンウォーターフロントのトイマニ、 SS コロンビア号とか、エリアごとのアトラクションとかテーマパークの建物になってたりしてるので、わかるかな、アストロブラスターとか、あとパンギャラクティックビザボード、スティッチエンカウンターとか、これはマーメイドラグーンだね、シアターとかアリエルとか、これはメディテレーニアンハーバーかな、ミッキーミニとか、それぞれのテーマポートがね、シャープペンシルなんですけど、色の種類が分かれていて、そこもすごくいいなと思いました。インクの色もね、それぞれ青色とか赤色とかオレンジ色だから、まあ自分用に使ってもいいのかな？カラーシャープペンシルみたいなので、まあ、僕個人としてはこれ全部個人用で使ってもね、色それぞれ違うからいいかなと思うので、あとはこれにね、別途で塗り絵セットとかもあって、これを塗り絵セットで使うっていうのもありですよね。東京ディズニーランドシーに来ていて、お土産に困ってたり、お値段のコスパ抑えたいなとかって思った時に、これ8本入りなんですよ。1個1500円で8本だから、何円ぐらい、割合的に1600だったら200円だから150円ぐらいでいいのかな。なのでね、8人ぐらいの小さな家族とか親戚とか、ちょっとした友人とかに渡したい時に、色はちょっと決められないけど、まあ、1本2本3本4本5本6本7本8本で、まあ、簡単にね、友達とかね、それこそクラスの仲いい大人数のお友達とかに1本ずつハイボールペンって渡しても、まあ18本入ってて20人ぐらいかな、16人ぐらいの友達渡したくても、3000円でね、1人ずつね、しかもお土産として、お菓子のお土産とか賞味期限あるけど、ペンだったらね、長く使ってもらえるから、こんな感じでね、1人ずつ渡すのもいいんじゃないのかと思って、今回これ本当にコスパいいなと思ったのでご紹介させていただきました。以上、テーマパークをね、手書きにした新商品、2月1日に販売したばかりの購入品紹介の動画でした。本当にいいよね。個人的におすすめは、パークに来たらね、普段使いでもね使えると思うし、パークでも使えると思うので、チケットガイドもいいし、その後思い出としてね、ノートでもいいと思うし、コスパいいなって思ったのこのカラーシャープペンシルとかね。今回のね、グッズで桜も出てたんだけど、僕個人としてはこのね、手書きシリーズ本当にすごく好きで、持ち帰ってパーク内で楽しんだ後に、自宅でも買った後でも楽しめるようなデザインになっていて、ぜひこれからね、グランドフィナーレのグッズも本当に品切れが、グランドフィナーレのグッズも品切れが多いんですけど、まだね、パーク内これ販売したばかりのレギュラー商品だと思うんですよね。レギュラー商品なので、売り切れって相当出ないとは思うので、よかったらね、パーク内これから2月1日以降行かれる方がね、あ、Kさんこのグッズ紹介してたな、そういえばあれ欲しくなったなとかね、どこかこれからパークに行かれる方の参考になると嬉しく思います。ぜひね、パークで見かけた方はね、チェックしてみてください。
それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方、グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。